Come on!
Thank you.
サイドいいよ、サイド。あと7、あと7、あと7分。Don't die, huh?
あとワンプレー交代か。はい、右サイドいける、玉か玉か、あ、ごめんなさい次、次、次あとね、4分ない、どうすナイスだ、初めてだろうね、もうないよ、あと2、あと2、合わせよ、守備と攻撃、それだけ、全部いけないから、トミはそのまま書いてある感じで、ついていますよ、大丈夫か、結構きつい、普通にきつい、
守備させられてるからね。てか相手の方が俺らがやりたいサッカーしてるから。キリアさん、高田さんも一回次休みだ。取る。高田さんも一回。中川さんどうしますかね、中盤。中川さん後ろに引っ張られてます。で僕らが1個2つ落ちててアンカー誰も行けてないんですよ。で大島さんに任しちゃって。まあそれでもいいですけどね。まあ、行けなかったらまず下がるのもって。まあそこまあ応急処置。今後ろから行ってる。ただアンカー行きすぎててちょっと右下で振られ気味にはなってる。あいつで回されるとちょっと嫌なんで、一人はそこ行きたいんで、で多分僕か田澤さん出ると中村さんずれちゃうんで、どうしようかな。まあ、後ろが余裕あるんだったらその方がいい気がするけど、ね、後ろワントップ2ワントップ3トップ気味の絞ってくるのか。相手4でどっちもガンガン上げて、うん、でサイドどっちも引っ張られてるから、それかボランチ2枚にしてもいいけどね、そのこと相手の形に合わせて、そしたらうまくつける。あまあそれでも、ね、まあ全マンツーやってきてくる。まあマンツーマークはっきりするけど、ミラーしても今なんとなく空気見ながら行ってるからたまにずれる。そうですよ、結構しんどいですね。誰かが一人前行きすぎるともうそれでずれるんで、コートがいつもよりだいぶ距離広いんで、もちろん細かい距離感があんまないパスでちょっと相手を動かすぐらいでもいいかな。そうそうそう、相手が細かいのちょんちょんって相手やってますけど、うちももうちょいあのぐらいの一気に広がっちゃってて、相手もっと内側から外に出して、もうちょっと中もスペース空けたいし、もうちょっと相手疲れさせたい。なんかあと攻撃もタイミング合わせたいですね。なんか一人しか走ってないんで、うん、誰か走ったらちょっとフォローで行ってあげないと。多分全部一個ずつ下がってるからちょっと攻撃はそういう感じ。裏がやっぱすごい空いてるんですけど、やっぱ基本は逆サイに展開してって最後するものでスルーパスぐらいの勢いぐらいの。サイドとフォワードが裏抜け出るタイミングはちょっと合わせたいですね。誰かが行ったらちゃんとサポート行ってあげないと、相手足速いんで多分負けて、でもそうやって狙いどころなんでそこ狙っていきたいです。集合して話した。今なんか簡単に話した。集合しましょう。集合して次一応言っておきます。左から深澤さん、真ん中サネさん、中村さん、右荒木さん、前左僕、真ん中中盤和夫さん、前が浅田さん、浅川さん、右が坂田さん、一番前は小葉さんで、ちょっと変則的ですけど、まあ、練習試合でお願いします。中盤は浅田さん、浅川さん、和夫さん。感じでもいいかもしれない。カズオさんと2人でさっき言った。あ、次今次浅田さんと、まあ形によってうん、相手にちょっと見ながら。でもカズオさんなんでアンカーちょっと様子見ながら。だからカズオさんがフォワードに寄せられると絶対足りなくなるから、まあ、それ様子見ながら。何本かボンボンってぐらいに蹴らない。蹴ってもいいけど、まあ、蹴ってもいいけどタイミングが合ってない感じです。まあ辛かったら押し上げていいけど、まあ数本ぐらい。まあ最初もうちょっとやってもよかった。もっとゆっくりしてほしいって言われたっていうのは、うんうん、でもゆっくり回しきれてない。まあそれがそれが問題です。最後やったみたいに中村さんとかボランチうまく使いながらこっち行くか向こう行くか判断してゆっくり繋いだらいいと思うんですけど、あんまり来ないんで前の前来ないけど、相手意外とその分コンパクトだから、そうそうそう、もっと連れ出させて剥がしてって感じですね。ワンツーとかマノンとかもうちょいな、うん、やった方がいい。足早いんで受けて、簡単な裏一発は無理だと思います。あ、変なのか早いと思う、うん、でも相手も次まだメンバー変わるかもしれない、まあ、だいぶ変わるんじゃないですか。人数めちゃくちゃ多いから、ね、よし行きましょう、動きましょう。え、もうないと、ないと、意外に仕事あったり乗り子供になった感じ。え、玉際は勝ちましょう。玉際しっかり
人なんで。大人なんで。まあでも正直たまましてあっちの方がうまいし。賢く行った方がいいですね。賢く、うん、行けるところと、もう行かないところはっきり行かなくていいと思うんで。そんなドリブルしてくる感じじゃないですか。ドリブルしないからまだ。行きましょう。一点行きましょう。一点取りに。コートチェンジ？です。あ、つけたままにしたわ。で時計上で。点点。ちょっと遠かったんですけど。まあ最初からでもちょっとあれかもしれないですね。開きすぎなのかなみんな。ちょっともうちょっと動かしても近い関係でちょっと動かしてもいいかも。プラスね。相手結構ラインが高いんで、それは取ろうと思えば取れるんですけど。結構あの普通に足速いんで。速いんで。若いから。若いからさすがに。オッケー、声かけて、はじめコンパクトにやりながら開いていこう。コンパクトに開いて、コンパクトに、最初。そうだよね、だって小林さんいるところと、つみさん思いっきり開いて、坂田さんも、ね、ある程度開いたら相当の距離ですからね。もうちょっと仕事が最後だったら、これ真ん中とかによるじゃん。そうですね。だからあんまりそんな時間がないというか、うん、そうですね、そのぐらい広いですもんね。はーい、ナイス。あるよ。はい、坂田、よっしゃ、あった。いや、ないぼ、ないぼ。やばい、映してなかった、今坂田免罪だな、今映ってなかった、坂田さん。マジで左利きですか。左、高さん左かな。上げできないよ、今の左は。いやー、もう一回落ち着いて、自分たちのペース、自分たちのペース。 OK OK OK、 ナイス中村。OK OK、 足りてるぞ、足りてるぞ、声かけろ、足りてるぞ。ゆっくり、ゆっくり。 OK OK。 いや、切り替え、切り替えよ、切り替えよ。高橋、もっとシンプルに広い方でやれ、今。だいぶ変わってんじゃん。意外と背番号本当に大事ですよ。あのマークのあれとかもそうです。いや、落ち着いて、一回、一回セットしろ、セット、ディフェンスセット。フォワードがどんどん落ちてくる感じですよね。はいはい、来た、来た、ない、ない。内側、内側、内側、オッケー、ナイス、ノーファール、周辺狙え、周辺狙え。怪しい。若干アウトになる。アンダー。
オッケー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 、はい、これ行こう、ボールキックか、いや、浅野ゆっくりセット、自分たちのディフェンス、いいよいいよ、ゆっくりでいいよ、 OK、 これは大丈夫です。おお、高いね、高いね、今背も結構高いな、なんでそこ一個飛ばしてきた、フォーとか、あー、ナイス、あるよ、ないよ、ないよ、小林さん、うん、長すぎると無理だな、さすがに、さっきよりなんかディフェンスハマってきた、うん、メンバー変わってってことですか、さっきまでちょいちょい顔出しながらもあいつ一人残ってる、 あいつアンカーはいましたね、1個バック1個バック、あいつキーマンでしょうね、アンカー、やっぱり和夫さんと浅川だからだいぶ安定するな、コバコバ、まあでもツートップみたいな感じでいいんですけどね、まあ、その分多分ボランチをちょっと上出してるので前出してるか、浅川もらえ、裏裏出せ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 、ないよ、微妙だね、あ、ここから崩せないです、あー、ナイスナイス、いいよ、内側から抜け、 OK OK、 いいよいいよいいよ、もう一回もう一回、いいよ、行かなくていい、うん、守備がハマったわ、まあ、でもやっぱ前2人の方がいいかな、2人トップ下とか、それはちょっと前気味の、確かに今みたいに 4-4-2 でね、アンカー2人で見てみたいな方がいいっすね、体格違うね、昔の何だろう、おお、ナイスナイス、パパのポジションどこなん、わかんない、アキ、はい、枚数かけよう、枚数かけよう、枚数かけて、伸ばせんかい、中作ろう、浅田さん中作ろう、浅田引っ張られるな、預けろ、来た、超える、いい、あー、ちょっと滑ったよ、あの、録音してるんで、あー、ナイス、オフ、オフ、うまい、そしてうまい、ナイストラップ、はい、切り替え切り替え、中村ナイスナイス、
まあ、どこでもできるんですよね、ボランチできたら。タッパないんで、でも相手でかくって速くなるときついと思います。蹴ってくる相手はきついと思います、さすがに。つなげる人が先場にいるとだいぶでかいです。あのキーパー良くないですか。普通にちょっと連絡聞いとこ。しかもちゃんと繋いでくれるし、ゴールキックとか結構ありがたいんですけど。むしろなんだろうね、キック別にそんな別に蹴れるっちゃ蹴れる。全然蹴れます、うん、伸びてるんで、しかもグーってちゃんと。なんであんなに蹴ってくれるんだ。しかもちゃんと大島さんとか狙ってくれるし。ナイス。ナイス。おお。投げたこれ。おお来た。ナイボー。めちゃくちゃいいボール。ナイス。ごめん。小林。小林。あ、いいね。あ、サポートサポート。あら。今のキック良かったっすね。あの蹴り方好きっすわ。上がったまでよ。深澤さん前でいい。前前。もっと。キーパーでもいい。キーパーでもいいよ。ちょっとダメだな。 OKOKOK、 切り替えろ。どんまいどんまい。まだ1点1点。まあ、その前がもっとここだもんね。深川上げろ、川上げろ。ポジショニングですね。切り替え切り替え切り替え。ターン、簡単に簡単に、あそこ一回簡単に2人でやれ、2人でやれ、2人でやっていいよ。うわ、危ない。ナイス。一回出せ、一回一回、簡単に簡単に。 OK、 はい、ナイス。やばい。オッケーオッケー、切り替えろ切り替えろ。やばいな、変なミスが多くなってきた。どうした。大島さん、小島だよっつって。何分だ。いや、待った。わからない。今10分ぐらいです。いいの。いいよいいよ。あそこ用意したけどね、知ってなかった。最後。何が。ちょっと
あります。まだ15分もあるの。じゃあ、青島くん、ちょっと5分だけ休憩させて。ちょっとしんどいそれ。おー、狭いところ。相手高い。入れ爪とかもうワンツー、細かくワンツーとかしかないです。浅田君がそこを走ったり。危ない。おファールっぽいじゃん。深澤さん、そこ意味ないんだよ。 OK。 うわっ、諦めた。挙動はあったけど。あと1分ぐらいです。いきなりやりましたね、最初。いいよ。1本ぐらいやるね。そうすぎましたね。やっちゃった。あのタイミングで。浅田さん。中でいいよ、中でいいよ、中でいいよ。
たりしてあげて。相手足早かったっすね。あっちより広い。あっちより広いかも。ちょっと上げて、ちょっと上げろ、ちょっと上げろ。なるほどね。うわっ。サカナ止まれ、一回止まれ、一回止まれ、後ろ、後ろ、後ろ。ゆっくり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 。あ、二人で行く。ラッキー。やりきれ、やりきれ。ノーファール、ノーファール。オッケー、ナイスナイス。オッケー、ナイディナイディ。怪しかった。後ろ後ろ。おい。ナイス。コップンカップそうでしたもん。今落としたもん。高橋ナイスナイス。よし高橋カズオラインに行こう。いや浅田のヘディングあるかもしれない。あと何分？あと5分。あと5分ぐらい。いいよ。荒木さん行っていいよ。アザーで。相当コンパクトにやってきます。あ、なんか雨が来た。勝負勝負勝負しろ。右足か右足いやー右足いいよ周平いいよ。浅田ここ頑張れ。ナイスナイスいやーナイディ浅田ナイス取られない。後ろでいいよ。後ろでいいよ。やり直せ。オッケー。ああいいねいいねいいね。あーいいポジション。いいポジション。いいよいいよいいよ。ゆっくりでいいよ。もう一回もらえもう一回もらえもらえもらえ。はい。ああいいねいいねいいね。マイボー。マイボー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 よ。取られない。
ナイス、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 もう一回、もう一回やり直せ。ここディフェンスしっかり一本集中、一本集中しろ。オッケー、小林さん、サンキュー。しんどそう。中村大丈夫？田田さん行きます？田田さん行きます？いや、朝霞、朝霞、朝霞1個落ちて。しちゃうからお前んとこ来ちゃうからダメだってお前呼んじゃダメだって本当に来る全然ダメだろ。高橋1枚しかいなかった。あ、ローバッテリーになりました。やばい、一回止めます。